モデルプレスイコール2022年7月8日、第8回東方シンデレラオーディション2016年にてグランプリを獲得し、芸能界入りを果たした女優、福本莉子、福本莉子21。モデルプレスでは福本に、オーディションから現在までを振り返ってもらい、当時の心境や夢を叶える秘訣について語ってもらった、初めてだらけの不安をどのようにして乗り越え、歩んできたのか。彼女の真の強さに迫る、東方シンデレラ&東方ニューフェイスオーディション。1984年に東方創立50周年記念イベントとして始まった、東方シンデレラオーディション。初代シンデレラに沢口靖子、4代目に野波真帆、5代目に長澤まさみ、7代目に上白石萌歌、8代目に福本。2011年第7回では、審査員特別賞に上白石萌音、山崎ひろな、ニュージェネレーション賞に浜辺美波など、第一線で活躍する女優、シンデレラを数多く生み出してきた。そして2022年、東方創立90周年プロジェクトとして、6年ぶり9回目となる開催が決定。7月18日に応募締め切りを迎える、福本莉子、オーディションを受けたきっかけは、福本さんがオーディションを受けたのはご友人の推薦で締め切り間近に応募されたということですが、一歩を踏み出そうと思ったきっかけは何ですか？福本、人生一度きり、と思って、ちょうどその頃、何かに挑戦したい、変わりたい、と思っていた時期でもありました。そういったタイミングでオーディションの話を聞いて、チャレンジしてみようかな、と思ったことがきっかけです。もともと芸能界に興味はあったのですか？福本、テレビっ子ではありました。すごくテレビを見ていたし、ドラマも毎日毎週かんでいたぐらいテレビが好きでした。芸能界に対する興味みたいなものはありましたが、芸能界にどうやって入るのか、というところまでは考えていなかったです。純粋にドラマが好きでテレビが好きな学生でした。福本莉子、プレッシャー感じた合宿審査を振り返る、オーディションの過程でいろいろと経験されたと思いますが、その中で辛かったことややめたいと思ったことはありしましたか？福本、合宿です。私は書類審査がなくて、1日で1次面接と2次審査があって、その後に2泊3日で30人ぐらいが参加していた合宿審査というオーディションの流れでした。泊まり込みの合宿審査とはかなり大掛かりですね。福本、土曜日に東京での審査があったのですが、私は当時大阪にいて土曜日は授業があったので一人だけ遅れていくことになって、年齢が異なる5人でグループ分けをされて、協力してダンスやお芝居をするという審査内容でしたが、ダンスやお芝居が未経験な上に遅れて参加しているので、すでに他の方と差ができていました。参加者で最年少の方がダンス経験者だったので教えてもらったり、夜もレッスン場が開いていて自由に使ってよかったので放課後練習のように夜練をしたりと、レッスンとは別にホテルの部屋や練習場で踊れるようにとにかく練習をしていました。下手でもいいからひとまずみんなに追いつくところからの挑戦でした。当たり前ですが、その姿をずっと大人の方がいて見ているんですよ、笑。大人の方がずらーっと目の前に並んでいる中でお芝居やダンスを見せることがすごくプレッシャーでした。また、参加者でバーベキューをしたのも印象に残っています。マシュマロやお肉を焼いて、もちろんその様子も見られていました、笑。ある、そんな経験は今までなかったので、合宿審査が終わって次の日に学校に行ったら仲の良い友人に顔がげっそりしているとすごく心配されてそのままカレー屋さんに連れて行かれた思い出があります。笑。でもその時も人生一度きりでこんな経験は二度とないと思いながら頑張っていました。ビッグママさんの神様も言う通りにという曲をよく聞いていて3秒あれば世界は変えられる自分を変えられるという歌詞に励まされていました。
you